おかえりパンの家バーンバーンバンディです。そして揚げの城です。揚げの城です。シェルが完成して家に持って帰ってこれました。そして庭に置きましたまで動画を出させていただきましたが、はい、なんとさっきもう車に乗せました。重量測れるかもしれないっていうことで、うん、車に乗せました。そう、あのぴったり行けました。ぴったり行きました、はい、完全に行けましたということでですね、はい、まあここまで全部見たよっていう人もね、かなり物好きだと思うんですよ。まあこんなね、ヒゲのおじさんたちがなんかしてるね、おっさんたちがなんか汗かきながらヒヒって、はい、はい。僕はこのシェルを作るのを総集編としてまとめて1本今回作ろうと思ってにしました。おー、はい、1本あたり10分ちょっとで作って全部で12本作ってるんで、まあ単純計算2時間の超大作なんですよ。なのでまあそれをギュッて30分ちょっとにしたので、はい、ぜひ見てほしいんですが、もう長いんで、それでも長いんで最初に言っておきます、うん、この動画がいいと思ったら高評価チャンネル登録お願いします。揚げの城チャンネルにも行ってください。急に挟んでくる。最初に言っておきます。はい、まあほんとね、最初今年の頭からですよ、もう明けましておめでとうからなんですよ。明けましておめでとう、僕はこれ作りたいと思いますっていうビデオを撮って、で、まあ3ヶ月後ぐらいに車が手に入って、うん、そっからさらに3ヶ月ぐらい車を直したり、綺麗にしたりして、で、いざスタート。まとめてみていただきたいと思います。はい。それでは、ダンザン!ダンザン?キャンパー作るぞ!シェル作るぞ!後ろに寝泊まりできる箱を作ります。まずテーマ走る秘密基地です。おお、大まかな構想、ゴッドウンちゃん2人寝れる、ご飯作って食べれる、直立できる、窓が欲しい、足を伸ばして寝たい、煽りは生かしでいく、煽り生かしで、うん、なかった時にも枠からはみ出ないように、そうそうそう、はみ出ないように作業台をね作って、そこの上でこういう買ってきた木材を毛掻きしたりカットしたり、はい、組み立てたり。今度はそっちを切るの。あ、いい感じで、これを押してあげると高えな、来た方がいいな、もうちょっと、おでかー。今からフレームを作っていくんですけど、2x4 材を使った 2x4 工法に近いもので、多分従来の 2x4 工法ってここが厚みになるんです。今回は 2x2 材を厚みにするんで、確かにこの形で、そうですね、この厚みで枠を組んでいく。だからあの断熱材入れるとしたらこの厚み、普通の家だったら入る、はいはい、けど僕らはこの厚みで断熱材入れるですね。1776、はい、ここが煽りですね。だからで、煽りからはみ出した部分、はい、でここに僕の足なり頭のなりが来て、そう足が伸ばせると、始まった感出てきましたよね。えもういい、ちょっと一斉に始まりましたね。始まりましたよ。ウェーイ、ぴったし、ぴったりこうやって寝ます。というわけで今日はここまでにします。はい、2日目です。で今日はここ以外のフレーム、あと3、4、5、6面ありますけど、ん ?5 面か。これは床の下に引く木です。ざっくり。これなんていうの?こういうのって普通の建築でもある?この柱と柱の間に、カンカンパイプを挟んで持ち上げると。よいしょ。もう一回入れたないと。ドリル入れた方がいいんじゃない、途中まで。先に外枠作ったら、これつけない雨柱が入れれなくなった。
これを今本体解体して刃柱入れてから付け直す。はい、はい、あ、いいね、出した完璧です。これが床面、床フレーム、フレーム、床面、壁の対面、助手席側、助手席側の壁、はい、よ、これと同じものを作る。あれ待ってよ、次のやつない、もしかしてこれしかない、これ使ってんな言ってねえんだって、だから別のホームセンター行きます。ちょっちゃい、じゃあ最後の最後の一気に切っちゃおうぜ。はい、ゴー。この辺にガッと嘘でしょ、もう動いてますよね。いや映ってないでしょ。よっしゃ、天井以外のフレームが組めました。はい、まず椅子が置かれるわけですよ。こんな感じ。あ、いった、あ、すごい、そう切ってるよ。やった、どうですか、いい感じだよ。これで、天井以外のフレームができました。大きすぎず、小さすぎずって感じですね。シェル作り3日目です。まだ作ってない天井で、天井を作ったら窓、これアクリルでっかいの買ってきました。これ5ミリアクリル、これ13,000円いくらです。これが後ろだね、ここにはまるように1個かまして、そのサイズに合ったサイズにこれを作るんだよ。はい、ワンバイスリーを買ってきたので、ここに1個、2個、3個、4個って、こいつで、こういう風に2つして、この間に挟む。じゃあ、アクリルを切ります。とは違い、ちょっと複雑な形してますね。見えますか、この白いピロピロが出てるの。心配性だから、全部切れるまでやりますよ、これ。使い方間違ってる。おぉ。初アクリル切りはどうですか？集中してるんで話しかけるなですか。無視されました。今日はご飯ないからね。せーの、はい、失敗した。2x4 の長い方の辺でスレッドを打ったら割れてしまいました。ドリルバーを持ってきてちょっとやり直したいと思います。今ちょっと手元にドビブバがないので。4日目です。ついに外に見える部分をやっていくということで、切り出してフレームを組み立てて塗装して割れちゃったフレーム、ドリルバーを買ってきたので、長いやつ下の開けてやろうと思います。高性能加強型シリコンアクリル樹脂塗料艶消し黒、フレームを組んでから塗装したいと思います。今これは 1x3 材で後ろ側の窓台にぴったりはまるフレームを作っています。ドリルで下穴を開けてからスリムスレッドを打ち込んでいるんですが、作業台にクランプで固定しながら作業しております。しかし僕はこの当て木っていうのをしなかったので、そのクランプの跡が材に思いっきしついてしまいました。できた、もう一個作っていきます。よし、アクリルを挟んで固定するための木材をボンドと釘で固定しています。
片方だけ固定した状態で塗装して、乾燥後アクリルをはめ、もう片方で挟み込み固定します。いくよ。木材のハケ塗り初挑戦のバンディです。じゃねー、買ってきました、ドリル刃。割れてない、映ってない、多分。よし、最後、日没が近づいてまいりました。そろそろ終わりたいと思います。5日目、乾きました。窓を完成させてここにはめ込みます。フレームをこの屋内で合わせてしまいます。打っちゃいます、ビス。あー、いいね。新しい家電買った時の感じ。ここに、はい、窓だ。そうです、コツンとかやったらもうむずー。怖い怖い怖い、むずー。あーあー、やっちまったー。アクリルにもう傷ついたー。とりあえず1個完成。ウェイ、窓だ。ほら、これ賢くね。だいぶ気持ち楽だよこれ。よし、こうやって見るわけですね、うん、素晴らしい。シーリングだ。いけそうですか。デコレーションだな、ケーキも。全然いける気がしねえ。そんな盛る。塗るところだけキワキワまでマスキングして、こっちもこっちも乾く前に頼む。うん、そうそうそう。次のキッチンタオル。ああ、いいじゃないですか。なんかそれっぽいぞ。マスキング剥がします。あ、すげえ。綺麗。本当だ、もっとキワキワでいいんだ。素晴らしい、学びました。学んだ。キワキワで、もう5ミリ以下だね。本当はちゃんとしたマスキングテープの方がいいのかもね。マスキングをキワキワまで3ミリとかですかね。これをピーッとまっすぐうまくやればコーキングもうまくいきます。やべえ、お、いいやないですか。もう乾くの待ちです。これもまた丸1日ですね。いや、窓できたわ。ここに1回フレームを組んじゃいます。組んでもつなげちゃいます。ここからドリルとビス打ちの途中です。まず1つのコーナーをつなげます。10ミリのドリルで1センチほど穴を開けてからビス打ちしています。続いて前面フレームを床フレームとつなげていきます。そして3面目、コーナーをしっかり止めていきます。2面目、3面目も床フレームと合体していきます。バンディは半年前までインパクトにビビっていたのに随分成長したなと思います。画面奥で組んでから入れる予定だった木材をカットしています。 2×4 の長い辺に打つので長いドリルで下穴を開けております。シンプソン金具、ここだけ板張らないので、後ろ部分の煽りのためにせり上がっている部分と天井部分にも 2×4 を追加。これでフレームの大事な部分は全て 2×4 で構成されました。だいぶいかつい感じです。後ろの上部にもシンプソン金具を入れました。窓は雰囲気だけ仮組みで置いてみました。こっち運転席で、こっから後ろを見てあそこの窓を見ると、いやー、ちょっと窓ついていよいよそれっぽくなってきたんじゃないんですか。で、天井もついてね。これが模型の段階ではこう上げるつもりだったんですよ、うん、ただその居住スペース的なことを考えた時に、ここ後ろせり上がってる分たくさん上げないと建てる場所っていうのが増えない、こっちの方がいいんじゃないっていう。いや、ドアですよ。
今日はちょっとドアの説明を最後にしたいんですが、回し屋が一箇所ないところがドアになります。でこういうのを買いました。これはもうホームセンターじゃありません。 Amazon で3,000円ぐらい、全然安いんですよ。いわゆる、ラッチドアハンドルですね。車のドアハンドルみたいな、窓みたいに 1x3 で囲って24、30、これをベースにスタイルフォーム入れて、これをだからその戸当たりのところに貼る。今日本当はドアの、ね、切り出しぐらいまでは行こうかなと思ったんですが、形できたしだいぶ僕的には今日は満足です。5日目でここまで来ました。今日は6日目です。5日目まででこれが全部ね決まったんで、ドアを作る。はい、ドアを作って板を貼っていく。大変ショックなことに今気づきました。板貼って、でここね床がこうできるじゃん、いえ、あこんな広さなんだ、キャーわーって言ってたんだけど、ちょっと待てよと、おい俺防水シート貼るって言ってたじゃん、防水シートを貼ってから外壁を貼らなきゃいけなかったと。今回買ったものをここで紹介します。外壁用に買ったのはノンジャス合板というもの。日本農林規格でない合板なのでサイズが少し変ですが、切って使うので必要分最初に買ってしまっておけば問題ないということでこちらを選びました。立っていけばいいな。防湿防水シートは下の方からタッカーで留めていきます。タッカーなのかタッカーなのかちょっと分かんないんですが、初めてした作業でした。握力を奪われました。防水シート巻きました。じゃあさっきやってたものを戻します。そして一度貼って剥がした合板を貼り直しです。柱のあるところを合板の切れ目にして留めていきます。ビストを打つ作業も大変ですが、合板を必要なサイズに切る作業の方が地味に大変です。そしてここで事件が起きます。バンディさん、ペタッと切ってみた。嘘怪我もなくてよかったよ。ここを作業台にしてたら煽りが真っ二つ。誠に申し訳ない。この日は大きなミスがあったので何か起こるかもしれない、怪我しないように十分気をつけてやろうと言っていたら軽トラが少し怪我しました。人じゃなくてよかったです。後ろのせり上がってる部分は窓もあるし複雑な形をしているのでカットもビス打ちも大変でした。近所迷惑になっちゃうのでやめます。7日目です。今日はこの合板が張れてない部分を張ってパテを埋めて塗装ができるような状態にします。またデコレーション職人になってます。このネジ穴をね埋めてあげてます。よし、これでほら全部やりました。ヘラですね、付属のヘラを使ってこんな感じで平らにしていきます。またただひたすら合板を切って貼る係とパテ埋めをしていく係に分かれて作業していきます。今後木材の細かいカットが必要になってくるということでジグソーも買ってきて導入しました。工具がどんどん増えていきます。チャンネル始めるまで一切持ってなかった素人だったので工具の増え具合に驚きです。さあラストスパートです。後ろのせり上がってる部分は本当作業しにくいです。天井のフレームに 2x2 材を取り付けています。天井フレームにも本体同様防水シートを貼り付け外壁を打ち付けるところまでやりたかったのですがシェル側を優先して作業しています。コメントにもあったのでここでここまでの重量計算の結果をお伝えします。天井含めフレームに使った 2x 材の全長はご覧の通りです。外壁合板の面積はこちらになります。ここに下に引く杉角材窓の重さを足すと約160キロとなりました。さあシェル本体側の外壁が張り終わりました。残念ながら天井が途中までになってしまいました。はいはい、今日はもう時間です。まあ、こういう風に全部穴埋めをしました。この上に塗装しますと、あのサンディングしてね。いやーがっちりしてるわ。ちょっとやちょっとじゃ、あいやすごいがっちりしてるよ。これ早く家に持って帰りたいですね。いや家に持って帰るものじゃないんだけど。シェル作り8日目。今日は、これを塗る、はい、そして天井とドアも同時進行で作っていく、はい、深い緑がいいってことで。なるほど、うんちゃんの、はい、今日は深い緑を買ってきました。それとこちらを混ぜてみたいと思います。ででーん、ヒートカットパウダー。
市販塗料に混ぜれば即断熱塗料に変身っていう、これをすることでなんだかんだ結局深い色にしちゃったんで、選択として断熱的な要素が欲しいなって。まずはサンダー掛けです。表面を平らにして塗料を塗るための準備をしています。この時間、うんちゃんは待機、揚げの城にはドアの縁を作ってもらってます。ここにはラッチが止まるための穴開けをしなくてはならないんですが、ドリルとジグソーを使ってやってました。むずそう。いいじゃん、ドアつくわ。ドアつくちなみにドアの縁には 1×3 材を使っています。サンダーでのヤスリ掛けが初めてのことだったので、どれぐらい削っていいか分からず苦戦しております。よし、じゃあこれ塗ろう。汚れに強い、塩害紫外線に強い、酸性油、排気ガスに強い、錆止め剤配合強力、カビ止め剤配合っていうね、もう外面につけるには持ってこいのフォレストグリーンです。じゃあ700ぐらいを目指して、超ざっくりのこう、この700ぐらいで、こっちを300ぐらい。これで塗料が増えるっていうんだから、錬金術ですよね。寝る寝る寝るの巨大なやつ。普通に滑らかな普段の塗料と何も変わらない塗料になりました。ほらお、ほらいいじゃん、楽しい。これはうんちゃんにお任せするわ。はい。バンディは引き続きヤスリ掛け、うんちゃんは塗装、揚げの城には屋根部分の施工をしてもらっています。フォレストグリーン、なかなかいい色じゃないですか。懐かしいというか、なんというか、そんな感じがするなと思ってたんですけど、なんか黒板みたいになってる。本当だ、黒板だだんだん俺のサンダー掛けも荒くなってまあ作業が荒くなったというよりは、これ以上やっても変わらないっていうところが分かってきたっていう感じですね。引き続き同様の役割分担で作業していきます。うんちゃんが手際よくペンキ塗りするので、なんでうまいのかっていうのを聞いたら、中学生の時生活委員で壁のペンキ塗りをしていたらしいんですが、男子がサボっていつも来なかったので人の倍塗っていたのでペンキ塗りが上手になったそうです。とかなんとか言ってるうちに最後の面まで作業が進んでおります。ヤスリ掛けが終わったバンディはローラーでうまく塗れてなかったところをハケで補修しています。そしてその後、低くて塗りにくいところをバトンタッチして塗って1回目の塗装完了です。 OK、 塗ったぜ。ドアがやるやるっつって全然やれないね結局ドアはビス打ちしない予定なので、パテを乾燥しなきゃいけない屋根を優先して作業しました。本当はこの日屋根も一緒に塗装したかったんですが、バンディの切った合板のサイズが合わなくて、それを直したりでさらに時間がかかってしまいました。はい、うんちゃんだけ先にクランクアップです。いってらっしゃい。実はもう一人協力者がいて、うんちゃんをここまで送迎してくれています。ありがとう、もう一人の協力者。さて、最後のパテ埋めをしています。これで今日の作業は終わりです。はい、今日も最後の作業終わりでした。はい、これが天井フレームと天井壁ですね。まあ、これ見るとまあかなり広く感じるよね。まあね、シェルは一面ブワーっと、はい、ブワーっと塗りました。シェル作り9日目、天井ですね。まだ塗ってないので、天井を塗って、塗装。あ？天井サンダー掛けして、塗装。で、本体側にまだちょっとつけてない木材、ここのね、天井の噛み合うところ、ドアの噛み合うところをつけて、ドアを作らなきゃいけないっていう感じですね。あとは今日の目標としてはですね、まず、ぶっ倒れないことですね。ちゃんと水分補給して、塩分補給してぶっ倒れないようにやっていきたいと思います。シェル側の天井用の木材というのは図のこちらになります。蓋っぽくするわけですね。ちなみにこちら天板傾斜つけました。わずかですけど、こうこっから水入ってもこれが止めてくれるよみたいな感じで、今から目地埋めですね。この暑さだと人よりも GoPro が先に参ってしまいました。そして屋根を塗り始めたところで、あー、もうダメだ、ダメダメ、めまいがするわ。バンディも熱暴走してしまいました。重っ、うわーすげえ。この方がアウトかな、より変態的ではあります少し見苦しい格好ですがお許しください。濡れてないところの塗装をやりました。なんかむずい。
いいじゃん。これでついて、お、いいじゃん。これ2回目の塗装をして、天井も塗装して、今日はそんなもんですね。強そうになったよね。期間がなくなったよね。うん。いよいよ10日目がやってまいりました。あとアルミアングルつけるだけみたいにしたので、今日は基本的にこの内装、内壁、床と、あとまあ窓を固定する。はい、窓も固定しなきゃいけない。そうだ。あー、また盛りだくさんだ。バンディは細かい濡れてないところの再塗装、そしてドアの塗装、影の城には土台、下の角材とシェルを固定してもらって、床を張ってもらって、塗装のムラ直しもしてもらってます。ここでバンディは新しい作業、断熱材を入れてます。カッターナイフで切ってはめるだけです。はい、扉がついに扉として成り立ちそうな感じになってきました。1,2,3,4 本、まあ、ここのラッチの部分に狭めに柱を入れて、断熱材スタイルフォームが入ってます。ロックが噛み合うようになってます。穴が開けてある。はい、まあまあ動いてますね今。ドアは釘で止めます。最終的にコの字のアングルをつけるのでビス止めになります。とにかく汗がすごいです。できた。ドアだ。窓はビスで固定し、養生をしっかりした上でシーリングをしていきます。今回はマスキングテープ用意したんですが、塗装した面につきづらくて困りました。窓のシーリングができました。白、黒、白ってなってちょっとおしゃれじゃないですか。床がもうできつつあります。もう靴脱ごうかと思うぐらい。お邪魔します。で、今新しい作業ですね、これ。断熱材を入れる。まあ、床の一部みたいな感じなんだけど、外壁がね、あるんで、そこには。その手前もでも入ってるんでしょ？あ、響かない。全然違うんですよ。ほんとだ。シェル作り、11日目。今日は、アゲノ城の他に、助っ人、火曜、金曜は、バッティングセンターで、タッキーンくんが来てくれてます。はい、内壁張り。はい。一人は丸ノコ、一人はタッカー。タッカーで、その、断熱材を止めていく。で、アルミアングル、買ってきてるので、止めていくと。あ、かっこよくない？うん。割といいね。割といいよね。というわけで、午前の作業スタートです。バンディはアルミアングル、アゲノジョーは内壁合板、カッキン君には断熱材張りをしてもらってます。卓上丸ノコを初めて僕は使って、これで今何をしてたかっていうと、アルミアングルを、適当なサイズに切っておりました。パッキン付きビス、パッキンビス、パッキンビス、パッキンドリルビスですね。はい。で、止めました。火曜と金曜、カッキンくんはこれを入れてくれてました。断熱材を、断熱材をタッカーで止めて、もう全部入りました。あと屋根だけ、はい、板、内壁を上げの城が切って、中途半端に止まってますが、はい、まだ止めてない。引き続き作業をしていきます。アルミアングルの難しいカットは終わったので、作業がだいぶ進み始めました。めっちゃ上手になってきた。上手、はい、はい、バッチリバッチリ。パッキンビス100本買ってきたんですが、どうやら足りなさそうだなとか言っている中、屋根側にもアングルをつけていた。その時、浅尾があることに気づきます。てか、ここいいですか？バリバリの方やほんまや。アングルをどうやって止めてるんですか、これ。金属用のドリル、バーをつけたもので、下穴を開けてですね、下穴というよりはもうアルミに穴を開けて、わぁ、カメラ回った時だけさ、さっきまでちゃんと、ま、やってたらしい。急にできない感出してるね。ネジ頭用の下穴を開けて、おぉ。おぉ、スムーズ。来ました。ドアできた。あ、丸かな。はい、皆さんこんにちは、バンディです。まあ、今回ね、いろいろ買い足したので、一気に材料費っていうのは跳ね上がったと思うんですけど、紹介してないもので、例えばラッシングベルト買ってたりとか、屋根の長板がつく側じゃない側を止めるためのパチンジョ、これも買ってるわ。ガルバリウム鋼板、白、これ裏面なんで、塗装してある鋼板買いました。屋根の裏側にも断熱材が入りまして、壁がつきましたよ、こっち側とこっち側っていう感じですね。もうこれでもやっぱこう枠がついたら、一気になんか雰囲気が、雰囲気出ましたよ。今日も一日お疲れ様でした。
シェル作り12日目この屋根のガルバリウム後半を貼る、アングル固定する、そしてコーキングする、あと貼れてない内壁を貼る。はい、ちょうど乗り切った全部です。前を向こうっていうことは、こう重ねた方がいいかな。曲げてみる。ガルバリウム鋼板をアルミアングルで挟み、パッキン付きドリルビスで固定していきます。コーキングするためのマスキングをしていきます。バンディはマスキング、アゲノジョーには内壁の鋼板貼りをやってもらってます。照射面用マスキングテープはとても付きが良くて感動しました。やったー、これで全部。うわ、まだ天井をやってないや。コーキングおばさんになります。おばさん、ガッツしね、ガッツし。コーキングおばさん、コーキングおばさんになります。コーキング開始です。ファンディはコーキング、アゲナジョンには内壁合板張りを続けてやってもらっています。屋根の作業スペース問題は本体を動かして確保しました。ここからただひたすら作業です。なので重さ、みんな気になってる重量ですね、このようになりました。だいぶ粗い計算ですが、全部で244キロ、思ったよりちょっと重いなという感じです。作業は本体のコーキングを終え、屋根のマスキングをしています。この屋根のマスキング、意外と量が多くて大変でした。少し休憩を取った後、屋根の裏面と側面のコーキングをしました。真っ暗じゃねえか、こうカメラ。はい、どうも。真っ暗のバンディです。コーキングがね、全部終わりました。ちょっと暗い中だったんですが、慎重にやらせていただきました。暗さとかっていう問題より、何より僕の適当さみたいなのが浮かび上がった作品になっております。13日目ですね、今日。13日目です。たくさんいます、今日。アゲノ城の後輩、ニキくん。先生、おぎーさん。知り合いの職人さん。そう、職人さんです。はい。今回ちょっと重たいのを持ち上げるということで、たくさんちょっと人を、はい、お呼び立てしてしまって、遠くまでありがとうございます。ありがとうございます。大まかには、ドアと天井つけて乗っけるっていうことですね。はい、やるぜー、よっしゃー、よっしゃー、やるぞー。じゃあ僕はその間に、今日これを止めるのに買ってきたのはフラッシュ長板っていう、金板の厚さが1枚分でいいんですよね、これだとね。3つ買ってきてるので、3箇所ボンボンボンってつける前にですね、こちらのゴムでここを囲って防水。ここで今回買い足したものを紹介します。もともと買ってあった長板とかスポンジはドア用のつもりで買っていたんですが、屋根用に変更しました。なので買い足しが生まれました。すぐれ代表です。ということで、今この感動をですね、カメラ回ってねっていう。ついたぞ。しかもこれいい感じのヌルヌル感ですよ、これ。ヌルヌルしてる。なんで金具ですよね。当たる。マジかよ。さあ、ここ問題起きてました。いろいろ試行錯誤した結果、叩いた。ハンマーでぶっ叩いた。すっ、おー。じゃあ行きますか。1、2、3、4、5、6人いるから。せーの。全然いける。はい、じゃあ行きましょう。これ。せーの。おっ。オッケーです。いった。はい。閉まりました。あ、閉まった。やったー。乗った。乗ったー。ピッタシ。ピッタシっすね。ピチピチ。すげー。さあ、最難所。天井を張る。これ最難所。ちょっと難しいぞ。これギリギリの人数だったってことですね。そう。すげえ、しまった。最後にパチン状態プレートを
それぞれ4箇所シェルに取り付けます。馬柱があるところを選んでつけないと弱いので、馬柱があるところを選びました。最後にラッシングベルトで締め付けて完成です。皆さんありがとうございます。ついにビッグフェイス号完成でーす。やったできましたよ。ついにこれでほら皆さん向こうも見えるし、こんな感じです。中はね、こういう感じです。そしてこのパチンジョを開けて持ち上げると開くと、こういう感じで立つことができる。すげえ立てる。まあ、男性と一言言いましたが、これの仕組みもこの腕じゃなくて、何かしらここに金具みたいな金具がついてこうガシャンってなるみたいなんとか、うん、後半剥き出しじゃなくて何かしらしたいな、それから家具的なもの、うん、入れたいなと思いながらも重量に気にしながらになるんで、そんないろいろはできないかな。3ヶ月もかけてできた時の顔はどんな顔か分かんない。何も思いつかない。ぐんちゃんできたよ。ほら軽い。あら軽い。これって洗車ってどうすんだろうね。洗車機入れてみたっていうところ。はい。ということで、35分くらいかな、はい、見ていただきましたが、いかがだったでしょうか。いかがでしたでしょうか。感動的でしたね、ほんとね。作れてね。まあ、これからいろいろやらなきゃいけないことがあるんですが、うん、今日の動画はここまでですけども、僕がね、ヒゲ、口ヒゲだけになった重大発表的なやつやりますって、はい、なかなかしねえじゃねえかっていうことなんですけど、来週の頭には、はい、したいなと思ってますので、ぜひそちらも、ちょっと楽しみですね。楽しみにしててください。11月にはイベントあります。これは重大発表じゃないので言っちゃいます。11月イベントあるので来てください。ステッカーを作ってね、皆さんに配ろうと思ってますので、ぜひ来てください。最初にも言いましたが、この動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録お願いします。これからもバンド系をぜひぜひ、追ってってみてください。それでは皆さん、明けの城チャンネルにも行ってください。はい。それでは皆さん、いってらっしゃい。